ジャズオーケストラです。私たちは今回国権の代表として出させていただいてます。ジャズ権の、ジャズ権が作られた当初からあるバンドです。ずっと代々引き継いでやってます。はい、今お送りしたのは聞いたことある人もいるかもしれないんですけど、ギッツの美女と野獣の中にあるピアピストっていう曲です。じゃあ続けて次の曲入りたいと思うんですけど、次はバードランドという曲です。楽しんでお聴きください。
まあなんか異質な感じなんですけれども、今回のステージ、1年生が入って初めて本番出ます。はい、でビッグバンドをやってるんですけれども、わからない人に軽く楽器の説明をしようかなと思います。まず皆さんの右手にから一番奥はキーボード、まいこちゃんとかあとはフルート3年生2人、はい、であとクラリネット、こっちが私がアルトサックスとテナーサックスです。どうも。で後ろがベースです。で今日はちょっと1人なんですけど、トロンボーンも1人でギャンさん頑張ってます。あとはちょっとペットが4人もいて華やかなんですけど、トランペットです。でその隣がギョーザです。あ、ギターいる。で後ろがドラムです。こういう編成でやってます。はい、どうしようかな。じゃあ次なんですけれども、あ、私たちジャズを中心にやってて、今の曲はあまりジャズっぽくなかったんですけれども、次はこちらの小尾っていう、聞いたことありますかっていう結構有名な曲なんですけれども、ジャズ風でやります。各楽器にソロがあるので注目してみてください。ではお聴きください。
もう最後の曲になっちゃうんですけれども、はい、ちょっと次の曲はでやってきた曲と系統が違って、なんだろう、ジャズロックみたいな感じの曲で結構激しい曲なので、まあ楽しんでみてください。中にテナーサックスとギターのソロがあります。よく注目してみてください。あと、あ、そういえばジャズ研には私たちだけでなく普通の、なんだろう、今まで演奏、今日の本番で演奏されてきた方々みたいなバンドもあるので、なんか興味がある方はぜひジャズ研に入ってみてください。 BB も大募集中です。はい。